サネトが暗殺されてから、皇族の将軍を何とか出してもらえませんかということで、幕府の方から後鳥羽上皇の方に再三要請するものの、後鳥羽上皇の方が、なかなか OK を出さないということで、やむを得ず、それに次ぐくらいの石関家、藤原氏の上級貴族の方から、将軍になり得るような血筋の人間を連れてきて、とりあえずを飾りのような将軍として就任させる、という形で幕府の体裁を保つ。 ということとなりました。そして、実際の将軍の貢献としては、天将軍、北条政子が、その権威ある立場についたということです。これはやはり頼朝の制裁であったということで、鎌倉殿の権威を、その時点で最も引き継ぐ存在というのは、本来は源氏の直系がいれば、そのメンバーが、当然継承すべきであった、ということなんでしょうが、源氏の直系が、源の佐根暗殺によって立たれたということで、 それに次ぐ存在として、天将軍という風なことで、北条政子に白羽の矢が立って、北条政子が、いわゆる水蓮調整を行い始めたという形になりました。ただし政治の実験は、いわゆる執権という立場で、北条義時内氏、北条家のメンバーが、徐々に立場を固めていったということは、間違いないようです。この後、鎌倉幕府の方でも、 現時の直径が途絶えてしまった影響もあって、政治的な混乱というところは、隠しきれないものがあったかと思われます。後鳥羽上皇としては、本来はサネモをコントロールして、鎌倉幕府をその完全な支配下に置こう、というシナリオがあったのではないかと想定されますが、そういう状況ではもうない、ということを明確に認識したのではないか、ということです。幕府の混乱というのは、もう混乱の極みに達しているので、 ここはもう一つ揺さぶりをかけて完全に潰してしまえということで、北条義時追悼の戦時を出したという形になりました。これは1221年の段階でそういう戦時が下されたという形になりましたが、言葉上皇としては甘いというか、自ら育成整備した北面の武士、西面の武士を従えて、東国の方まで鎌倉幕府追悼の軍を派遣するというところまではしなかったということです。 言葉上皇としては、京都で迎え撃とうと思っていたのか、あるいは別の何らかの戦略が存在したのかは、何とも言えないんですが、おそらく最高権力者、かつ最高権威である上皇が、吉時追悼の戦時を出せば、東国の武士団の全部とは言わないまでも、その大半が、吉時追悼の方向で動き出すんじゃないか。吉時が捕獲されるなり、首を取られるなりして、何らかの形で決着がついて、 言葉上皇自身としては、京都で待っていれば全て話は終わるんじゃないか、というふうに思っていた節も、なきにしもあらずだったのでしょう。鎌倉幕府の方でも、追悼の戦時が出されてしまったということを受けて、どうするかということで、いろいろ混乱はあったようですが、最終的には、北条康時を司令官に京に軍隊を派遣して、混乱を収めることになりました。この際に混乱を収めるというところで、 どういう風うに収めるかということは、安時が出発する段階では、まだ完全に意思決定されてはいなかったようですが、伝説的に伝わっているところでは、軍を率いて出発した安時が、鎌倉の方に戻ってきて、義時と北条政子に、以下のように確認したということです。もし後鳥羽上皇本人が申請というか、自分で兵を率いて先頭に立って、鎌倉軍を攻めてきた場合はどうしますかその時は、 もうそれに従い追悼をされてしまえとは言わなかったんでしょうが、それに対して直接刃を向けるようなことはするな、というふうなことを言ったようです。さらにそれ以外の状況であれば、後鳥羽上皇の周辺の公家や、将軍たちが何か動いているようであれば、軍足の間を除くという意味でも、そういう混乱を収めるために、周辺の人間を成敗しろ、というふうなことで回答したということです。それを受けて、 北条安時としては、ある程度安心というか、確信を持ってこの乱を、安時が出発した段階では、乱とは言えないかもしれないんですが、この混乱状態を収めるために、京に向かって兵を進めたという形になりました。この上級の乱の天末というところなんですが、これがまた前代未聞の結末を迎えました。当時は鎌倉幕府の政治が開始されていたものの、京都を中心に、まだまだ陰性が行われていたので、 朝廷の支配権は地点の君である後鳥羽上皇にありましたが、そのような権力の中枢たる後鳥羽上皇が入る、すなわち流罪になったということです。さらに、後鳥羽上皇の政治運営に賛同していた純徳上皇も流罪になりました。また後鳥羽上皇に対して、それほど積極的に賛同していたわけではないものの、その反対もしていなかった土見門上皇については、幕府側からの処分はなかったものの、 自ら土佐の方に入るになるというか、隠居という形となったということです。これは、もうまさに前代未聞というか、武士が朝廷の最高権力者をる罪に処したという意味で、経典同知な時代であったと想定されます。ここで確認しておきたいのは、もともとは陰性の番犬のように見られていた武士の側から、なぜ、地点の君をる罪にするなどということが可能だったのかということなんですが、 京都の朝廷の世論というか、空気感というところが、意外にもというか、必ずしも後鳥羽上皇の政治なり、目指している方向性と一致していなかったということがあるようです。すなわち京都の朝廷では、幕府を倒すべきだという認識で、完全に一致していたわけではなかった、ということです。このような上級の乱当時の京都の情勢については、いろいろな文章に残っていまして、 あの南朝側の正当性を強調する書物とされている、人能省陶器の内容ですら、言葉上皇の動きを批判しているということがありました。人能省陶器は、お醍醐天皇の正当性なり、南朝の正当性を強調するという方向性で、政治的主張がはっきりしている文章ということになりますが、その中においてすら、言葉上皇が幕府を倒滅する、というふうな動きに出ることを批判しているわけです。 それは具体的には、結局、鎌倉幕府が行っている政治というのが、納得できない政治というわけでもない。幕府は、それなりに結構な税制を行っている、天将軍の政子も、それなりに頑張っているし、北女義時も、悪性を強いているという状況ではない。にもかかわらず、それを討伐するというのは、本来の王者がなすべき仕事とは言えないというような主張を展開しています。さらに、 当時の最高の知識人とでも言うべき、自演も、方言平時の乱以来、戦乱が続いているが、このような戦乱を収めるためには、どうしても武家の力が必要である。もはや石関家の力だけでは世の中は制御できないし、すでに武家の世の中が成立してしまっている状況の中で、言葉上皇が、いくら世の流れに逆らっても、主導権をく家の方に、あるいは、 朝廷の方に取り戻すのは難しいだろうというようなことを主張しています。このように、当時の京都の中でも言葉上皇の動きに対して反対する考え方がかなり有力だったことは間違いないようであり、したがってそういう風うな考え方が同時代にすでに知識人の間に拡散していたことを踏まえつつ考えると、言葉上皇というのは朝廷の中でも孤立していたとは到底思えないんですが、 国家や皇族の全般的で圧倒的な、ある意味では完璧な指示を受けて、義時追悼なり、反鎌倉幕府という動きを指導していたわけでもなかった、ということになるようです。京都政界に、そのような政治的空気が蔓延していたということもあったので、言葉上皇なり、淳徳上皇が流刑ということになっても、すなわち、言葉上皇が沖の島に入るされ、淳徳上皇が、 佐渡ヶ島に配慮されるという風な状況になっても、それほどひどい批判が北条康時や北条義時ないし、鎌倉幕府に対して行われた形跡が残っていないのかもしれません。ともかく、納得感があった稼働家派ともかくとして、ある程度幕府の正当性、あるいは幕府政治の具体的な内容に対しては、それなりの指示があったのではないか。幕府が税制を目指しているという姿勢は、 京都側でも否定できないところがあったんだろうと思われます。このような上級の乱の後、懲幕関係、朝廷と鎌倉幕府の関係は、頼朝時代以上に幕府側に傾いていきました。西国の支配については、上級の乱以前は、朝廷側の力がまだまだ強かったというところもあったようですが、上級の乱後には、裁判権あるいは土地の支配の問題も含めて、幕府側が握るようになっていきます。 さらに、六原短大が安時によって設置されましたが、これが京都の朝廷を監視しながら、京都異性の政治的な指導を行う、鎌倉幕府の西日本管理の中枢となっていった、という形になるでしょう。上級の乱は、このような展開をたどることで、当時の最高権力者であった上皇を配慮する力を、武家がついに手に入れたということが、日本全体に再度確認され、 東国武士の方も上級の乱を的確に処理した、北条家の権威を認めることになった形になると思われます。すなわち、上級の乱は鎌倉殿の延長線上で、ある意味より強力な権威と力というのを鎌倉幕府に付与した、という形になったと思います。そして、そのような鎌倉幕府の中枢には、執権である北条義時や、六原短大となった北条康時、時ふさらの北条家のメンバーが、 中枢に座ることが確認されました。元内は天将軍北条政子の存在もかなり大きかったんでしょうが、その後鎌倉幕府が北条家によって支配されていく基礎というのは、この上級の乱の衝撃的な結末が大きく影響していることは間違いないでしょう。また、このような状況に対する報復といいますか、リベンジということで、五代五天皇も後鳥上皇と同じように、その後鎌倉幕府から、 沖の島に配慮されたということもありましたが、言葉上皇の二の舞にはならないという強い意欲を、五代醐天皇の方に決意させるというところも逆にあったんじゃないか、ということになります。このような上級の乱後の状況は、結果的に剣務の申請や、鎌倉幕府滅亡に長い目で見れば繋がっていったのかもしれませんが、当面上級の乱の結末として、法上家の権威が確立する、ということになりました。さらに、 北条家が権力を確立するとともに、武家政権としての鎌倉幕府自体も、実際朝廷を抑えるという力を証明することで、日本全体を支配する、全国政権としての地位を確立していった、という形になるかと思います。